から、質問をお願いいたします。観光課でございます。私からは第40回の北天領祭り、第15回の千年明かりにつきましてお知らせをいたします。天領時代のにぎわいを参見いたします北天領祭りにつきましては、11月4、9日、10日の土曜日、日曜日、午前10時から夕方の12時30分まで、豆田地区、丸山地区を会場で開催されます。また同時開催の千年明かりにつきましては、8日金曜日の16時30分からの花月川河川敷での点灯式をはじめに、9日10日の夜まで、毎晩16時半から21時まで、花月川の河川敷を中心に、豆田地区丸山地区で開催されます。こうした祭りを開催することから、祭り期間中は豆田の上町通り、三雪通りを中心に交通規制がかかります。詳しくは手元のパンフレットの方をご覧いただきたいと思っております。続きまして祭り期間中の主なイベントでございますが、メインイベントでございます西国寺の文台の着任行列、こちらにつきましては9日土曜日の13時に、長山布施所跡公園を出発いたしまして、三雪橋を渡り、豆田辻公園前を通って、上町通り、朝鮮園を通り、歓迎園へと向かいます。その後に、15時ぐらいに、再度歓迎をスタートいたしまして、今度は三雪通りを通りまして、長山布施所の後の公園に、向かうようになっております。その他のイベントといたしまして、天領日田にぎわい広場ということで、9日土曜日、10日日曜日、10時から16時まで、豆田まちづくり交流館、の裏の広場で、地域の農産物の販売や、日田祇園の豆田の下町の山のライトアップによる展示等を行います。また豆田の町並みを生かしました、散策企画といたしまして、地元の商店街の皆さん、それからイベントの関係者、ボランティアスタッフ等が時代衣装で お出迎えをいたします。また訪れたお客さんが自動衣装 に着替えての1時間で無料で、町歩きを楽しむ企画もございます。今年につきましてはねぶたの巡行はございませんが、豆田まちづくり交流館の周辺にて、11月9日の土曜日には、弘前市の医師会の方がお越しになりまして、折り紙ねぶたの制作体験、それから弘前のりんごの PR 販売を行います。日曜日につきましては友好交流都市であります屋久島の皆さんからの特産物の販売が行われます。そして、千年明かりの期間中は、4体の下ランタンを展示することにしております。下ドンのランタンを長山布施所跡の公園に、かぐや姫のランタンを御田焼の佐古さんと鳥市のちょうど間の空き地に、そして、若宮賞の笑顔のランタン、それから、扇ランタンを丸山公民館の方に展示をいたします。こうしたランタンの展示と合わせまして、長山城の城壁、それから次元山のライトアップを行います。私からは以上でございます。では次にふるさと祭り情報ということで、今回5つの地区から、前津江地区、上津江地区、小野地区、大鶴地区、夜明け地区と、出ております。それではまず前津江振興局からお願いします。はい、前津江振興局でございます。よろしくお願いいたします。今年もですね、前津江町ふるさと祭りを開催いたします。資料6ページをお願いいたします。ポスターがこれでございます。日時といたしましては11月17日日曜日の10時から15時の間で、場所が前津小学校体育館をメイン会場としまして、開催いたします。内容といたしましては、例年とはあまり変わらないんですが、浦和太鼓さん、それから前津江保育園小中学校の発表、それから、曲芸とか、歌謡ショーなんか、それと農産物の品評会などがあります。でその中で今年が、特にですね、目玉としましては春に日田市の博物館でありました前津江の自然展のパネル展示と解説を行います。
これは郷土日田の自然調査会の方18名の方がですね、約3年をかけまして前津町で調査研究をされた、発表でございます。中には野鳥なんかを87種類を確認してなかなか、観察例が少ない、種類もたくさんあって、とても珍しい、生物もいるということで、クマタカとかですね、アオゲラとかそういう珍しいものも生息していることが分かったということの発表でございます。前津にはご存知のように使用時原生林というのがありまして、自然豊かな場所なんですけども、そこの、写真とかですね、そういうのを使って発表と、解説をしてくださいます。で、主催は祭り実行委員会ですけども、問い合わせ先が、振興局となっておりますので、何かありましたらお問い合わせください。よろしくお願いいたします。以上です。続きまして上津振興局からお願いします。はい、上津振興局でございます。7ページをお願いいたします。第15回上津産業文化祭でございます。例年500名から600名の方が来場されて、上津ではですね、一大イベントとなっております。西陣におきましては令和元年11月23日土曜日9時半からの開会、会場につきましては上津振興局および体育館で行います。内容ですが、地元の小中学生による踊り、それから演奏、また地元の神楽の披露等もございます。それから外部の方から物々タレントであります宮の方を招いてのですね、コンサートと、屋外の方につきましては農林産物の品評会を、これ来場される方々にですね、投与していただいて賞を決めると、今回で3回目の試みではございますが、よく参加していただいております。それから、屋外につきましては桐蔭高校の吹奏楽部の演奏等もあり、ぜひともプレスの方にもですね、取材の方をよろしくお願いいたします。以上でございます。続きまして小野振興センターからお願いします。小野振興センターでございます。資料の8ページをお願いします。今年も小野地区にて第40回小野ふるさと触れ合い祭りを開催いたします。地元の保育園の遊戯をはじめ各団体の舞踊やカラオケなどが観覧でき、飲食コーナーでは小野の食が満載の模擬店も楽しめます。また後半は日田高校の器楽部による演奏でステージを盛り上げ、最後はお楽しみ抽選会で祭りを締める予定でございます。日時でございます。11月の3日日曜日、文化の日でございます。始まりは9時35分から、場所は、小野小学校で開催いたします。内容につきましては、芸能発表、文化創作展、模擬展、お楽しみ抽選会等となっております。また無料シャトルバスの運行も行っておりますのでご利用いただきたいと思います。主催は、小野ふるさとふれあい祭り実行委員会でございます。以上でございます。続きまして大鶴振興センターからお願いします。大鶴です。9ページをお願いします。小野と同じく11月3日あさってですが行います。ふるさと祭りです。9時半から14時20分までということで、青州館屋外広場と書いてありますが、大鶴振興センター、大鶴公民館でございます。内容についてはここに書いてある通りです、ございます。それからバザーですが、7自治会と、10団体の、出展がございます。食べ物、それから飲み物等の、バザーを 行いたいと思っております。以上です。よろしくお願いします。最後に岩家振興センターからお願いします。はい、岩家振興センターです。資料は10ページになります。第35回岩家ふるさと祭り、概要にありますように岩家地域のおいしい食や、芸能イベントなどが楽しめる第35回岩家ふるさと祭りが開催されます。今年は、芸能発表や、創作文化展、農産物即売会、各種バザー、抽選付き餅巻きなどのほか、浮羽よさこい祭りや、バイバトン&ダンスカンパニー、日田林港高校吹奏楽部が出演します。日時につきましては、11月17日日曜日、9時半から15時を予定しております。場所は夜明け交流センター旧夜明け小学校跡地でございます。特設ステージは、
9時30分に、子どもみこしを皮切りに以下のような日程で開催されます。で、養鶏公民館玄関ホール集会室では、創作文化展として絵画、習字、毛筆、統一写真などが展示されます。交流センターのグランドでは、各種バザーとして地元の美味しい食などが22店舗を出店いたします。主催は養鶏ふるさと祭り実行委員会でございます。私からは以上です。